い、1号先です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。まあ、今ねちょっと私も携帯をねちょっと見ましたらですね、パッと出てきた記事があったんで、それをちょっと見させていただいていました。まあ、何を今日配信しようかなと思っていたんですけれども、実は AS さんですね、せいちゃん、うん、2020年の9月の14日が一応命日と言われる日なんですけれども、まあその直前にお母様、せいさんのお母様から、MH さんからの電話があり、時間があまりその時なかったので話せなかったんだって、ちょっとしか話せなかったんだっていうね、そしてそれを悔やんでいたっていう風なお言葉をいただいてたようです。で、実は彼女はまあ、うん、元総丸大臣の息子さんですね、俳優の方ですとお付き合いをされていましたが、2020年の年明けには自らお別れをしたみたいです。で、まあ弟さんね、彼氏の弟さんはね、おもてなしでね会った方で結婚をされています。で、私はそういうふうにはなれないっていうふうな感じでね、お別れ、せいちゃんの方からお別れをされたみたいです。彼女自身はブラッディマンデーね、まあ一緒に MH さんと共演をしており、でもう本当にね、ホリプロですかね、ホリプロ、うん、でアクションをするのが夢だったって。でもなかなかねそういう風な仕事は回ってこなかったっていう風な言葉を言われたようです。でこのブラッディの関係者として最後の MH さんのドラマの監督をされた方がこのドラマですね。でこのブラッディの関係者、共演者が次々にねこうまあ続いていったっていうところがあって、ちょっと不可解だったっていうところもあります。で彼女自身は 女優さんですよね。セキュリティがちょっと甘いようなマンションに住まれていて、人気俳優としてはちょっとセキュリティ甘いかなっていうようなマンションに住まれていて、そしてマルする前に東北の方のね、北陸でしたかね、どこだったっけ、の、お家に、実家の方に戻られてみんなと面会をしている。そしてやはり東北の方のね、震災があった時にあったこともあり、すごくこのチャリティーにも力を入れて協力していたってところがあるっていうことですよね。実家はそっちの方だっていうこと で心優しい女性で、まあ、ワンちゃんを飼ってたとね、一人暮らしでね。ただその会った時には、女優さんでありながら下着を干してあったというちょっと不可解な感じですよね。それがあったんで、うーんと思いまして、で9月14日にこう見つかって、ちょっともうね、何日か経ってるようなご家族さんが連絡して、連絡がつかずに行ってみたら、もうねちょっと、うん、すぐもう警察にっていうような状況だったと。で
女優さんなんですけどね、そういうふうに下着を干してるかなって、私だったらちょっと身の回り整理して、ちょっと一筆書いてみたいなところもあるかなと思うのと、またワンちゃんとかをね、もしそうだったらどっかにね、預ける、知人に預けるとかね。MH さんもワンちゃん飼ってたんですよね。MH さんのワンちゃんっていうのね、本当に飼ってたっていうこともあってね。で、14日にそういうふうなことがあったんですけど、9月5日のこのブラッティのね、まあそういう SNS 発信の場があるんですよね。そこで MS さんに向けて、そっちはどう？こっちはなかなか会いたいよ。普通に会いたいよっていうふうなコメントを入れてたようです。で、まあね、お母様もね、すごくね、心残りに思ってらっしゃると思うんですけれども、過去に彼女のことの動画を上げた時に、すごくね、こう、最終結果がですね、愛と、富に満ちた美しい女性っていうカードが出たんです、正位置でね。だからちょっとね、これ自丸にしてはちょっと変だなっていうのが、このカード出るかなっていうところがあったんですね。で、今日どうしようかな、何配信しようかなと思った時に、そういう記事を目にしたっていうのは何かの縁かなと思いまして、で、まあね、小ネズミさんのところっていうのも、もうやっぱりこの真相ですよね。エリー・マイ・ラブ・ソフィーのお家の方との関わりも強いお家なので、まあそうですね、まあなんかあったんではないかなと思っております。ではちょっとね、彼女のこと、私はね、マジシャン、マジシャン、正しくて、これは正しく審判をするカード、正しいことだと審判するカード、これは一から作り出すカードです。やばい、もうパラ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 言ってる。なんかちょっと悩んでるのかな。まだ何も喋りたくない。ごめん、こんな吊るされた男になっちゃった。まだ自己犠牲の中にいるのでしょうか、彼女は。なんかちょっと今日はうまくカードがまとまらないけど。なんかこうね、訴えてるものがあるから、こうね、そういうようなメッセージ、すべてのメッセージには意味があると思うんですね。こう日常生活において、何かこうポンと入ってくるメッセージっていうのは、何かしらその時に必要なメッセージだと思いますので、今日はちょうどね、そういえばそう9月だったな、彼女と思って。エメちゃんは7月でしょ？ 7 月18日ね。私は7月17だと思ってるけどね。そうね。かっこ、彼女を何かに導かれて、何か、こう、隠れる感じ。ね、身を隠しながら何かを行っていたんだけど、その道はかなり険しい道だった。勇気や努力や、成果、本当にこう、ナイフが刺さってる中を行かなければいけないために、かなり厳しい試練を待ち受けていたけれども、彼女自身は身にこう、布をかぶせて、身を隠しつつ、何かに取り組んでいた。
そうですね。その時の状況、今の状況ね。肯定のね、リバース、これはやはりちょっと、ワンマン社長だったりとか、裸の王様だったりとか、モラハラ気質だったりとか、権力を盾に、それを使って、防御を振るうような人、権力者とみなされます。そういう人が何かキーを握っていた。表面上の真理、ナイト・オブ・ワンド、ナイト・オブ・ワンドじゃない、ナイト・オブ・ワンド、ナイト・オブ・ワンドのリバース、どっかちょっとエネルギーがね、こう、今現在は低迷しているっていうか、大きく動き出すには、まだまだ準備が必要とか、今の状況を、よく見ながら、行動を制限してるような感じに見えます。できる、まだ今は時じゃないみたいな、そんな感じですかね。もっと深いところの真理、馬に乗っていざ歩みたい。それでもなお今も彼女の魂は、全力で進む。勇敢で行動力があり、正しいことを正しいとしっかり足を踏み大地を駆け抜けるように進んでいる彼女の魂があります。それを支援するもの、妨害するもの、女教皇ですね。彼女の中ではやっぱりこう物事に対して正もあり邪もあり、その両極端の間で、きちんと自分のこの正しいと思えることを冷静に判断し、行動を行っている。品行方正ね。ちゃんとこうきちんといろんな角度で物事を判断している感じがします。物静かだけれども、しっかりと芯の通った女性であったために、今は行動を起こせない。また今はまだ、皇帝が権力を持っている状態、あまり良くないですね。この工程はリバースなのでね。あまり良くないね。でも、闘志は強い。逆境に向かってね、進む。そして力強く馬を走らせている状況からは、すごく強い闘志感を感じます。彼女の置かれている状況、ザ・サン、太陽、エネルギッシュ、幸せに満ちた世界、生命力、今もなおこう、しっかりこう魂自身は、本当にこう喜びと充実感に満ちたような状況、祝福されるとかね、願うこととか、すごいこう、例えば恋愛であれば、こうね、MS さんとね、会ってすごい幸せな時を過ごしていたりとか、そういうふうな感じ。MS さんと恋愛関係にあったかどうかはわからないですよ。もしそういう人がいたら、すごく、
まあ、いいね、恋愛環境とか、希望に満ちたような世界観があるという感じです。はい。周囲の状況、ザ・ダバースのリバース。はい、まだまだ、そういうふうなオープンな、関係性を持つわけにはいかない。中にはいろいろ知ってる、彼女のことを知ってる人もいるけれども、それを明らかにすること、彼女のこと、彼女がその時何があったか、今何があるのかということに対して知っている人もいるかもしれないけれども、それを明らかにすることはできない状況、包み隠された世界観っていう感じがします。また、願望または不安、エース・オブ・ソード、まあ、これはね、聖地だったらね、こう勝利を勝ち取るとかね、そういうふうな感じなんですけれども、リバースになっていますので、どっかこうね、まだまだ進みたい道に進めないとか、これ王冠でしょ？王冠を突き刺している。やはり何かに勝負に出たいけど、まだきちんとその結果が出ていないとか、言動ですね、効果、行いがまだ、結果が出ていない、王冠に突き刺している状態。まだまだこれからまだやるべきことが彼女の中にもあるのではないかなと思います。はい、近い将来、ザ・ムーン、これね、沼から上がってくるザリガニ、月に向かって吠えるワンコ2人、ね、月は涙ですね、不安要素、そっからの脱却ですね。ある意味這い上がって、今までのこの暗闇の世界の見えなかったものが明らかになってくる。自分のこの方向性とかが、彼女の方向性とかが明らかになってくるというふうな感じですね。今まで闇の中で見えなかった。そして闇の中で見えなかったのが、今の彼女のこの太陽が昇る、その刹那というふうな感じになりますよね。はい、最終結果。はい、クイーン・オブ・ペンタクルス。はい、いいカード出ましたね。はい、彼女の、子だくさんね、うさぎ、子だくさんのうさぎがいっぱい出ています。椅子にはちっちゃな子供がいっぱいいます。安定感とか、こう幸せとか、満たされる思いとか、彼女の思いは、これね、彼女のね、占うとね、最終結果、必ずいいカード出ますね。前出たのはね、前出たの何だったかな、これ、出てくるかな。すごいいいカードですよ、これ。幸せを生み出すカードとか言われますよね。彼女の中ではすごくいいことが起こってるのではないかなと思うんですけど、ちょっとカード出てこないかな。ね、どうだったかな。出てこないかなと思うんだけど、あったあったあった。前彼女を占った最終結果、これ出てきたんですよね。これ。愛と権力と富の象徴。まあ、愛人さんみたいな感じなんだけどね。愛人さんカードみたいな感じなんだけど。愛と権力の象徴だと、奥さんだとこっちなんだけどね。まあ、ちょっと愛人カードっぽいようなところなんだけど、すごくこう幸せな感じのカード。
が出たんですよね。もうこれもね、クイーンのペンタクルス、ね、子だくさん、富にも増して作物が実り、いいね、こう喜びが満ち溢れるような状況になるために、今まだやるべきことがある、不安からもすでに脱却の方向へ向かっているよ。周囲はまだ彼女の真相を話せないでいる。彼女は今も幸せな気持ち。これは正しい、さっき出た、正しいこと、天秤にかけたジャスティスのカード、天秤にかけたこととかね、そういうふうな感じで正しい、まさにこんな感じですね。将来はすごく厳しい道だけれども、彼女の魂は、すごく向かっている。まだまだ、ちょっとこれがね、権力的には、ちょっとね、横柄な権力者みたいな感じのカードで、今はまだ歩み出せない、大きく一歩バーンと踏み出せるような、そういうところにまだはまだ至っていないよっていう風なカードが出てきました。でも彼女の気持ち、今の状況は太陽、ザ・サン、生命力、最終結果はペンタクルスの、クイーンですね。すごくいいカード。彼女を象徴しているのはこういう感じの、私はイメージはこういう感じですね。本当に厳しいけれども、自分のこのね、白でもなく黒でもない、自分の中でこう信念を通した強い女性っていう感じで、彼女のなもうカード、このカードすごく似合ってると思います。本当にそういう女性だと思います。物事には白や黒があって、一方の面だけ見ると黒だけど悪いと思うけれども、もっと違った面で見ると、それは裏は白だったりとかいうことがあるので、白と黒の合間にいて、すごく凛として、気高く、正しい判断を冷静にできる女性として、彼女のこのカード、すごく、そういう女性なんだろうなっていうところをすごく感じています。最終結果、すごくいいカードになりまして、彼女の魂は本当にね、救われるっていうか、前はこのカードでしたね、本当に。いいカードばっかり出ているので、まだまだちょっと、まだまだね、ちょっとね、いろいろあるのかなとは思いますけれども、でね、9月14日ということなので、なんかこう、メッセージ性を感じて、今回、パッと見た時にその記事が出てきたっていうことは、これは1年前のね、お母様が気にし、ね、MH さんとの電話がね、長く話せなくて、後悔していたんですっていう記事を、今回見させていただいたっていうのも何かの縁かなと思いまして、配信をさせていただきました。ご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマーク通知もお願いいたします。